イエンドラシック CS-1 は世界で初めて運転されたターボプロップエンジンである。ハンガリー人の技術者であるジェルジーエンドラシックによってハンガリーの総発銃戦闘機であるバルガアルミ -1XH の動力として1937年に設計された。実験用の100馬力出力のガスタービニーエンジンの運転により1937年 ジェルジーエンドラシックはブダペストの岩逸工場でターボプロップエンジンの開発を開始したとみられる。15段の圧縮機と7段のタービンで構成される軸流式の設計は近代的な特徴が盛り込まれていた。これらには合成のある圧縮機タービンが全部と後部の軸受けで保持されていた。単体のアニュラ型燃焼機と反転流を取り入れることによりエンジンの全長を短縮したり、 空冷式、タービンディスクとタービンブレードはディスクへの熱伝導を減らす源流が見られる。環状の吸気口は、プロペラ用の原則歯車を取り囲むように配置され、排気口も、また環状に配置される。CS-1 は 13,500rpm で、回転時に出力 1000bhp で、ハンガリーの航空機産業は、近代的な高性能航空機の動力としての、 潜在性を見出し、製造の開始された、総発戦闘爆撃機、バルガアルミ -1X、H の動力として選んだ。最初の地上試験は1940年に行われ、世界初のターボプロップエンジンになった。しかし、燃焼の問題等により出力は、約400ビット HP に制限された。1941年に、ハンガリー空軍が重戦闘機として、 メッサーシュミット目210を選択したので開発は中止して工場ではそれの動力であるダイムラーベンツ DB605 を生産した。試作されたアルミマイナス -1 は後に1944年これらのエンジンを搭載した。ありがとうございます。